皆さんこんにちは、大樹です。クライアントが言ってることを信じないという原則があります。で、どういうことかっていうとね、クライアントさんはこう一生懸命話してくれるんですけど、何かのね、この現実に起こったことを自分なりに解釈してそのレポートを話してくれてると、だからこれを真に受けてしまうと、これを真実だと思ってしまうと、何かね、クライアントさんのその誤った認知を前提にしてコーチングが起こっていくっていうことがあるんです。で、例えばね、もううちの家庭は無理なんですってこう言ったとしますよね。で、本当に無理かどうか分かんないじゃないですか。それは旦那さんとの関係の中でもう無理だっていうふうに認知して喋ってる。でも実際に現場に戻ってみて、本当にね、自分の気持ちに立ってみたり、相手のポジションに立ってみたり、もしくはこの時以外のエピソードに入ってみたりしたら、ダメなんじゃなくって、旦那がイライラした時に自分はどうしたらいいか分かんないんだとか、なんかね、子供の育て方に関して、で、2人でなかなか合意がまだ取れてない状態なんだとかね、で、それだけのことなんだとか、もっと話し合いが必要なだけの状態だったとかいうことが分かるわけです。そしたら再レポート、あ、そうなんですねと、じゃあまあ、難しいとおっしゃってたけども、なんかイライラした時の対処法が分かったら大丈夫かもしれませんよねとか、あ、そうか、お子さんの今後についてもう少し一緒に話をした方がいいのかもしれませんねっていうふうに、このレポートを書き換えていく。で、そうですよね。だってうちの家庭はもうどうにもなりませんってレポート持ってるのとね、旦那のイライラにうまく対処する方法が必要なだけなんだっていうレポートを持ってるのと、どっちがうちに帰った時に生きやすいかとか、どっちがこのあと5年10年生きていくときに気が楽かっていうことです。で、どっちが選択肢がいっぱいあるかってことです。で、なのでぜひね、クライアントさんの言ってることに騙されず、現場に行って現場からレポートを書き直すね、レポート再レポートやってください。で、このことと実は瞑想っていうのが関係があるんです。クライアントがです、すごくいつも瞑想的に生きてたら、で、瞑想の定義っていうのは何かって言ったら、自分に何が起こってるか、周りに何が起こってるか気がついてるっていうことです。で、人間は瞑想的に生きてませんから、ほとんどの場合だから、ちょっと何かを見た時に、感じた時に、ああ、もうこれ無理だとかっていうふうに結論してしまうわけです。ところが自分の心の内側に何が起こってて、それがどう刻々と変化してるか、それが周りとどう影響してるか、じゃあ周りでは何が起こってるのかということに、いつも意識が外側にあって、自分を観察し、周りを観察しっていうことをしてたら、もううちの家庭は無理なんですみたいな簡単な結論に至らずにですよ、あ、そうか、なんか旦那さんカリカリしてて、私そうするとどうにかしたらいいか分かんなくなっちゃうんだよねとか、あ、そうか、なんか子供のことで意見合わなくて、それが子供にこういう影響を与えてて、もっと話し合ったらいいのに、なんかお互いにそのコミュニケーションを取る時間がないとかって、まあ言いながら、なんか本当はどうしたらいいか分かんないから葛藤してんだよねとか、もうちょっとただ話せばいいのかもしれないよねとかって、ここでずっとそういう気づきが連続的に起こってたら、変なレポート書いてくることもないし、コーチと一緒に現場検証することもないんです。でもやっぱりそういう風になってませんから、だからもう一回ここに行って何をするか、瞑想するんです。瞑想っていうのはこうすることじゃないですよ。瞑想っていうのはよく見て、よく聞いて、よく感じる、そして自分の内側で起こっていることも外側で起こっていることも気がつくっていうことです。で、それをすると、何かもう少しフェアなとか、もう少しバランスの取れた別の結論が出てくるっていうことなんです。そして普段から瞑想的な状態が増えていくと、自分がなんか偏った目線で、それこそ色眼鏡をかけてですね、物事を見て、そしてちょっとね、アンフェアなレポートを書いていくということも少なくなっていくと思います。ですから普段から瞑想的に息を出し、クライアントさんにも瞑想を一緒に練習するようにお誘いしてみようだし、そして現場検証するときは瞑想的である、しっかりと見るね、よく見る、正見ですよ、ね、正しく見るね、しっかり見ようとするし、しっかり聞こうとするし、しっかり感じようとするんで、いろんな人の立場からそれをやってみると何かに気がつくんじゃないかなっていうことです。瞑想するととらわれがなくなるとかね、っていうのはそういうことですよ。やっぱり偏った視点から見てるからとらわれちゃうんじゃないかと、まあ、こういう話なわけです。参考まで。